はい、こんにちは、ずんどうです。今回ですね、バレンタインノアこのキャラを何体取るべきかっていう話と、この交換、フェスゲンとかで交換できるこの子たちの交換のについて話していこう。で、この最初に言っておくと、ノアちゃん、バレンタインノア、これこのバレンタインキャラもしくはフェスゲン、ラインナップされてるフェスゲンと15体で交換するんだけど、結構やっぱ敷居高いかな、こんな感じで。15体、いわゆるハズレキャラ、ごめん、かりんちゃんハズレキャラって言っちゃった、ごめんなさい。で、ちょっとこの、何体、15体必要なんだよね。だから最低でもバレンタインガチャを15回引かないと交換できませんっていう感じなんですよ。で、これはね、でちょっとさ、俺ゼロ体所持だからさ、なんか説得力、こういう解説動画出しても説得力全くないと思うけど、一応話していこうと思ってる。で、このキャラは、正直2体取れればもう万々歳、2体取れればめちゃくちゃいいと。で、正直ね、なんか1体だけだとあんまり進化発揮せんなと思っちゃう。なんか1体だけだったらもったいねえなと思っちゃう。1体取れたんだったら、1体確保できたんだったら、普通にもう1体取った方が、無理してでも取った方がワンチャンいいかもしれんと思ってる。で、やっぱね、1体だと、2体、フレンドで2体になるんだけど、2体だとループせんのよね、これ。だからそういった意味では、2体は良くないと思ってる。2体というか、1体取れれば、1体取れて、武器にするっていう手もありか。正直そういう使い方、だったらいいかもしれんけど、本体で使うとか周回するんだったら、2体取っとく必要があるなと思ってる。で、ノアは、やっぱり自分で3体、自分でというかフレンド助っ人込みで3体取っておいた方が、潜在とかさ、振り分けできるし、自分で聴覚性とか変えれるし、そこがちょっと利点だと思ってるんだけど、2体いればいいなっていう感じ。本当に2体取れれば、フレンドさんで借りればいいなって思ってるし。で、俺さ、2体取れればいいっていう話で、この秋でさ、ちょっと失敗談があって、この秋さ、2体取れた、一応2体確保できたんだけど、時代がこうなんか移り変わっていって、秋フレンドで借りないといけなくて、全然湧かないっていう。フレンドにさ、なんか自分目当ての秋ちゃんとかがいなくなっちゃうとか、そもそもフレンドに秋さんがもういなくなっちゃうっていうケースがあったん で、それでもう全く周回できんかった。助っ人なんかいなくて、助っ人もできなくて、全く周回できなくなっちゃったっていうことがあったんで、実際現状であるんで、そういった意味では、このノアは普通に、自分で3体取れるんだったら3体取っておいた方がいいと思ってる。交換の弾が15体、3体だったら、これで交換だけだったら45体か、45体必要っていう、結構ハードル高いんで、2体取れればいいなっていう感じかな。ですと。で、次ね、この交換ね、この普通の、このバレンタインキャラの交換やっていこうか。で、ネイちゃんは、交換したくていいと思ってる。あんまりね、交換せんでいいなっていう感じあるね。ステータスやばいな。3772って。なんか、下手したらアワリンの方が強いんじゃないか、これ。で、この武器とかあるんだけど、この子ね、毎年強化もらってるんだけど、弱い。正直、可愛いだけだ。もうこのキャラは本当に記念で撮っておくっていうだけでいいと思ってる。可愛いけど、弱いね、ちょっと。で、武器が悪くね、武器も相当悪くねえな感じはあるね。バインドとチームレシピと回復努力を。で、悪くはね、覚醒スキルはサポート特化で悪くはねえけど、あんま使わねえなっていう感じがあるね。リーダースキル 77% 軽減もらってるけど、あんまり使わないなっていうイメージかな、これは。で、ソニア。バレンタインソニア。このバレンタインソニアは、これがあるんだ。究極進化あるんだ。このキャラも、交換せんでいいなと思ってる。そんなに交換しなくていいなと思ってる。これ、10強、超消しなんだ。いいね。超消しキャラです。いいね。っていう感じか。
8ターンでもろもろ回復、あいいね早い、まあ、そこそこ早くて二色陣で強いいなっていう、スキルが強力だけどって感じかな。うーん、まあ貫通火力も高いんだけど、まあ今のところあんま現状使わねえかなと思って、まあ、リーダーがさあれか、あの火6個消すから芝ドラずらしとかと、まあ、ワンチャン相性がいいかなと思ってるけどって感じか。それぐらいか。でもで武器が捨て盛りめっちゃガン盛りできんな、 80% アップするっていう感じもあるし、チーム HP もあるか、で列もあるんだ。うーん、そっか、まあ、この武器も、まあ、悪くはねえ、そう、まあ、全然悪くはねえけど、あんま使わないなっていう感じかな。まあ、回復努力を盛るぐらいだったら、俺は回復努力をめっちゃ盛るなと思っちゃうしなっていう感じはある。めっちゃツバ飛んだわ。で、まあこんな感じか。で、イデアル。イデアルは、どうなんだろう。このキャラね、なんかいいんだよね。すごい、イラストも可愛くてね。めちゃくちゃ可愛くて、すごい好きなんだけど、あでも交換してもいいかも。ちょっとこのキャラ交換してもいいかもしらん。まあリーダースキル、背中めっちゃかゆい、書きました。でこのリーダースキルが全パラ 2.3 倍半減、まあ実質 4.6 倍とかあるし、耐久値、まあなかなか悪くないと。で、あのあれバレンタインディーナ、同じのバレンタインディーナとすごい相性いいから、なかなか優秀なスペックしてるかなと思ってる。で武器も強いね。まあ、スキブプラスで回復努力を漏れるし、回復努力を漏れるのいいな、めっちゃいいなって感じ。イビエンチョも2つ漏れるんだ、あそれいいね。まあ初心者さんとか、まあ普通にイビエンチョ漏りたい方はね、めっちゃいいなっていう感じはあるか。でイデアルのショコラは封印チーム HP 雲耐性 L 字スキブ、あいいね。 L 字スキブっていう希少価値、まあ、雲 L 字スキブっていう希少価値があってすごいいいわ。この武器はねなかなか希少価値あるなと思ってるし、めっちゃいいね。あスキブと L 字武器、スキブ L 字武器ってそんなねえんだよな、そ あんまり探してもあんまなくて多分ね。だからそれを言った意味ではいいなと思ってるね。これいいねですね。3ターン激減か、悪くねえわ。で闇の方は、闇は4色、これはあれか、固定の方なんだ、固定になるんだ。4色もめっちゃ持ってるし、超覚醒がすごいね。これなんかいろいろついてんな、なんかパチンコみたいな。で12回ターンで打てる消せないもろもろ回復、操作時間が3倍ですと。まあ悪く強いなって思っちゃう。なかなか優秀な、まあスキル持ってるしっていう感じもあるし、まあ、リーダースキルも悪くねえんだよねこれ。でショコラかショコラはスキブチーム HP L 字、あーまあシンプル、すごいシンプルでいいなって思っちゃう。でイデアルはこれは、この子は5色なんだ、5色プラスなんだ、4色、まあこれ同じか。でまあ6ターン短くなった6色陣で打てるっていう感じですと。まあ、全パラ 2.3 倍半減もあって、まあでもこの光入れイデアルはそんなに使わねえかもしらん、あワンチャン、まあ、そんな使わねえなっていう感じはあるね。で5色がつけれるんだ、いいね。この武器は優秀だ、5色つけれるし、ドラゴンタイプ付与できるし、まあ火力を盛りたい時にめっちゃいいなっていう感じはある。いやでも可愛いんだよこのキャラさ、めちゃくちゃ可愛いんだよ。イデアルってさ、なんかパズドラ、なんか パズドラのおいてすごいなんか大ヒット、大切なキャラだと思ってるわ、大事キャラ、大切キャラだと思ってるし、まあ、やっぱこのイデアルが相当、まあ、人気あるしね、人気キャラだから、まあ本当にめちゃくちゃイラストが好みで交換したいっていう方はぜひとも交換してもいいなっていう感じはまああるわ。で次はアキネ。アキネは、あごめんなさい、超覚醒これモンスター図鑑で見たらいいんだけどちょっとわかんねえわ。18ターンで無効貫通、まあ、スキチャがあるんか、 2ターンヘイストなんだ。で3ターン溜まるから1ターンで6ターンで打てるって感じ、6ターンで打てるダメージ無効貫通2ターン続くっていう感じ。で回復も自分曲げんだ、いいね、回復力上げんのいいね。で全パラ 2.3 倍半減4コモ加算、うん、まあ、4.6 倍耐久値あってわめっちゃいいと思う。で操作時間10秒固定がさ、まあ、操作時間実質減少ギミック対策できてるって感じあるし、イラストもめっちゃさこれいいんだよねたい焼きか、たい焼きでこれめちゃくちゃ見てて、みんな目がね光るんだよ、目がそれ光るんだよ、見てて、あれ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 光らねえ、光ったこれ怖いよね、これ怖いよね。なんか私のチョコ
取ったでしょみたいな感じであるんだけど、でまあこの武器もあるか、武器もウェイドロ強雲バインドスキブ、あいいっすね、この武器めっちゃいいじゃん、なんか起用なんか10連っぽくていいね、ここら辺が10連っぽくていいわ。でウェイムプラスプラスもあるしって感じか、まあ悪くない、まあ本当にバインドつけたり、まあ、ウェイつけたりとかだから、まあ一応カリンドラゴンとか、まあ属性ドロキョウ違うけどカリンドラゴンとかに使えるかなと思ってるし、継承つけてもいいなっていう感じはあるわ、激減もいいなっていう。でこのショコラか、ごめん、ショコラはチーム HP とドロキョウとエルジとビビエンジョ、あいいね、まあなんだろう、覚醒スキル悪くねえわ、めちゃくちゃ悪くねえって感じある、あいいねやっぱいいわ、なんかバレンタインのキャラってさ総じて武器強えな、なんか武器強そうだな全部。で貴族性のアキネと、4色つけれんだ、でまあ18ターンでトリプル吸収ちゃうわ、3ターンダブル吸収か、でまあスキチャが2ターンあるんで6ターンで打てる、6ターンで打てる3ターンダブル吸収って感じで使えるとなかなか、うん、サイクル早くていたっていう感じで、リーダースキルがまあ固定バージョンか、こっちは固定バージョンかって感じだし、まあいいなっていう感じさっきからなんか感想がペラペラなんだけど、 A4 用紙ぐらいペラペラなんだけど、スキブプラス封印チームカヤカヤ回復と、まあ、だからこれも、まあ、スキブ盛りたくて回復、あでも覚醒スキルそんなかなと思っちゃう、この武器はそんなにかなと思っちゃうな俺は。で水の方5色をいっぱいつけれると、7ターンでダブル吸収、あいいね、7ターンで吸収打てるんだ、めっちゃいいじゃん、なんか7ターン回においてはダブル吸収か枠回においては界隈においては7ターンで打てるのめっちゃいいなって思っちゃうね。まあ普通に、まあ、他色で吸収枠入れるんだったらこの子でも採用ありだと思ってるわ、全然いいっすね、初音ミク感があっていいなこれ。リーダースキルも全パラ 2.4 倍半減と、まあいいですねって感じで、武器は追撃ガドブレ、あいいね、まあ、ランダムで使えそうやな、めちゃくちゃランダムで使えそう、ランダム適性高いなと思っちゃうしいいなっていう感じか。だからアキネはね交換したくてもいいけどっていう感じかな、でも交換せんでいいなっていう感じかな、まあうーんちょっとまあイデアルに劣っちゃうかなっていう感じは若干ある、正直まあ代用効くというか、まあ、替えのキャラが効くなと思っちゃう、まあこのスキルが唯一無二かんな感じはあるけど、正直も最近キャラめっちゃ増えてきてるから、うーんなんか無理して交換せんでもいいなっては思っちゃうわって感じかな。うん、でアリナ最後、アリナはね交換してもいいね、このキャラはね交換全然ありだと思ってるわ。でこのアリナ回復ドリキョウを6個持ってますと、で無効貫通7強ですと、いや回復ドリキョウめっちゃ持っててめちゃくちゃねこれ回復頑張りできるし素晴らしいわ、でイラストがすごい好き、約束のネバーランド感があるね、これあるあるこの背景めっちゃいいなと思っちゃう。で6って5ターンか、早いね、5ターンで打てるんだこれ、強いね。まあ火を6個あの生成しちゃうからヒパかって感じか、まあ、ヒパになっちゃう、必然的にヒパになっちゃうけどサブに入ってると、まあ、リーダースキルもひいきだからあんま使わねえかと思ってるけど、まあサブで強いなっていう感じかな。あだからこれはねワンチャンね、まあ、シバドラザラシのサブに入ってくるかもしんないって思っちゃった俺は。交換ありですね、全然ありだわね、交換ありな気がするわ。で回復ドロキョウレッツ、あーマドゥっぽくていいわ武器強えな、なんか全部武器強くね、武器めっちゃ強くね。でまあドロキョウもあってコンボドロップもあるし、なんかすごい溜まるの早いけどって感じか。でショコラはバインド十字列雲スキブイビ、あーでもなんかめっちゃいいな、なんか器用貧乏感はあるけど、いや愚痴ってない、ディスってないよ、ディスってないけど、なんかすごくめちゃくちゃいろんな対策をギミックを対策できるしっていう感じはまああるなと思っちゃう。まあいいっすね。で3ターン激減なんだ、あ悪くねと。でアリナこっちは闇の方はピンクの方桜咲いてるわ、回復ドリキョウ6個とかつけれる。でも火力こっちはあれか、火力の出せる回復サポート系って感じかな、まあ、10強で L 字もアシスト回復とかつけれるし、5ターンでもろもろ回復とあると。で属性吸収を無効化すんだ、あーでも属性吸収無効化もいいねこれ、まあ、正直ねこのもろもろ回復
だけのスキルってさ、空打ちできない、たまにね空打ちできない場面あるんで、これは多分絶対空打ちできると思ってるし、スキル的にまあこれいいなって思っちゃう。まあ普通に打ちやすくていいなっていう感じはあるわこれ。いやラブリーだ、イラストラブリーやな、ラブリーやな。で武器が自動回復、あーいいね、自動回復なんだ、あーこれ結構なんか好きだわ。で副属性闇か、変更しちゃうからなんかワンチャンしぼだらにつけれんじゃんと思ったけど、副属性闇だからダメだって感じはあるわ。まあ、闇だけど闇パだったらめっちゃなんか50倍以上強化もあるし、まあ、周回で使えそうな感じはあるわっていう感じか。うん、だからこんな感じで、ま、話したんだけど、まとめますと、イデアルはワンチャン交換してもいい、ワンチャンね、ワンチャン交換していいと思ってる。でアリナも交換していいかなって思ってる。でそれ以外のキャラたちは、まあ、そんな交換せんのはいいなっていう感じかな。まあそんな感じかな。でノア、バレンタインノア、ノアは、まあ、ノアは、まあ、まあ2体交換できればもうバンバン剤、2体交換できればもう100点、100点というか95点ぐらいあって、まあ、欲を言えば3体欲しいけどって感じで、1体だけだとね、ループしないよね、周回でこうループしないから、まあループできないって意味ではそんなに1体取る人、1体だけだとあんまり強くないと思っちゃうから2体取っとこうって感じかな。まあ、1体だったら武器にして取っとこうって感じか。よし終わりましょう。じゃあねー。